どうも。どうもどうも。はい。今俺らは同窓会何時間か前で近くのファミレスに控えています。ただいまから。控えろ。控えた。控えるのは俺らじゃないか。ちょっと今からね、同窓会の準備を始めたいと思います。まあ、同窓会の今後の流れを語りながら何食をするっていう回です。口をちょっと見せてあげて。これね、あの前の罰ゲームトランプって罰ゲームビンゴかの時に使ったボールのやつなんですけど、あれ俺らパクられたんで、もう一回買い直しってことで、もう一回プチプチしないと。プチプチ前見せたっけ？一応見せた。見せてないんじゃね？多分見せた気がする。見せたっけ？ちょっとこれ見せたけど、プチプチするところは見せた。これを今からプチプチしながら同窓会について語るってやつ。俺ちょっとあれ、これ空のコップ取ってくるかな。いいじゃない、これ。これに入れてさ。ちょい厳しくね。終わったら封閉じれば。あれ、なんかあれ、ゴロゴロみたいなさ。ゴロゴロみたいに最後にコップからジャーって入れちゃえばいいんじゃない？任せる。一応取ってくか。じゃなんか怖い。これやとちょっとね、あの前のホラーティックなことが起きるかも。ホラーティックなこと。ミスターグリーン。ミスターグリーン。じゃあ作っていきましょう。はい。真剣衰弱やったらドゥンって消える。置きます。置きましたよ。俺3、4番ん？俺1、2番。オッケー。これ白玉は残すようにしようぜ。予備の白玉もうないんですよ。白玉ないよ。こっちあったんで、あ、こっちなんで2個集中してんで。2つあんだよ。いや、じゃあいいや。1 信じろかな。油断はいけない。2、まあ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 、これでまあやっていって同窓会の流れについて語りましょう。さあ、まあ、まあ俺と欲しいのがまあいます。稲垣と早川が多分来ると思います。稲垣は来ると思います。早川はちょっと5分です。いや7割ぐらいかな、来るな。きっと断ってなかったから。分かった、断るでしょ、うん、来れないんだったら。で福田さんはバイトなんで今日後から来ます。ちょっとご苦労残ってって感じですけど。2連勤。はい、辛いな。でまああれ、それでまあ福田さん後から来るから、先にてか同窓会がとりあえず8時から予定だったんだけど、福田さんそれ間に合わないし、一茂が来れなくなっちゃったから、だからまあ福田さん来なかったらそれは同窓会じゃないんじゃないかと俺は思ったから、0次会に変更。本当は同窓会と2次会だったんだけど、0次会と同窓会にした。こっちの方がいいかなと思った。あとで全員集まるし、一応で、かっちゃんがそのまま2次会にで、早川もそのまま2次会にで、みんな2次会に。はい、早川山田うどんで2次会。この前できなかったからな。やってない。健康ランドの時な。やってない。でまあそうだね、それでやる、うん、ます。でまあゼロ次会はあれ、俺と星野と早川と稲垣の、まあ、4人ですね。黒さんいないんで今っていうか、今は俺と星野しかいないんだけど、ゼロ次会はそのメンバーです。今マイナス1次会だから、ね、で、あんま、そうマイナス1次会ゼロ次会流行りやけど、マイナス1次会って流行りんじゃない。俺最先端を言って最先端で、まあそれで行きます。で、ゼロ次会自体はそんな企画はやらんと思う。ゼロ次会始めるよみたいなと、あとここから同窓会やるよみたいなと、久々に会ったねみたいなやって、そんなもんだって結論あっちがね、同窓会なんでね、あっちが本編ですってことでね、ゼロ次会のことはゼロ次会のことになる、流しておいて、まあそれはまあ適当にね、視聴者皆さん見ててください。同窓会のことを語りましょう。同窓会ね、何をするかっていうとね、後で説明するんですけどね、まあもう少し内職終わるんでね、まあ、大まかに分けて、大まかに分けれないや、ちょっと何個あるか分かんないからいいや。とりあえず視聴者の皆さんがあれですよ、あのね、なんつうの、面白かった企画
だと思うものを集めてみた、ひたすら。そうだよね。例えば俺とおしめでやった罰ゲームビンゴ、あれを5人バージョンに変更、絶対面白い。であと、クリスマスの時、クリスマスのあのレジェンドブラストのクリスマスの時やったテロップランゲージみたいなやつ、あの誰かが質問してそれにペンでテロップに書いて答えてもらうやつ、あれはね強制的に質問させれる流れを作れるからね、早川の謎、稲垣の謎を暴くことができる。クロスさんは今回謎を暴くサイドについてもらった。3対2絶対勝てる戦いで、今のところ罰ゲームビンゴとテロップのその質問コーナー、あとついに来ました、星野さん、チロルクリスマ天皇リターン、リターンズって早いんだよ、リターンズ、通貨が通。まあタイトルはまだ未定ですけど、クリあれチロルクリスマ10を今度は、前は俺と星野で工藤さんだったけど、稲垣と早川も入れて始めると。まあ細かいことはね、いろいろありますがね。そうか、あとゲームについて語らないといけないのか、鉄拳。まああとでゲームは全部見せてここでやりますけど、まあパーティーゲームを揃えてみました、2個ほど。あとまあ個人バトルのゲームを集めてみましたね。それでバトろうかなと思います。で時間があったらビリヤードとか、ダーツはちょっとバトルないから、できたらやるみたいな、最終手段かな。あとはまあビリヤードとか卓球とかかな。あと俺と工藤さんが恋ダンスを踊る、星野の歌で。ちゃんと覚えた？覚えてない。覚えてない。星野ちゃんと覚えた？多分。まああれだから、一時俺一人で行った時歌ってたからね。トゥー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 トゥびっくりすることがあるんだけどさ、俺さ7年週連続ぐらい笑点見てる。マジで。いや俺もね見たいんだよね、見たいんだけどさ見れてないんだよ、ね、なんかさ最近の笑点さちょっと若者向けじゃね、てかね面白いよ割と、うん、あれかな、変わったからかな、しかもね、あいつも変わったの、いつだっけ、え知らない、うん、歌丸から変わった。じゃあ知ってそれだって7連勝見てんの、なんで知らねえんだよ。なんで知らないんだろうと思って。じゃあいつまで変わったの、あ前ね、なんだっけ、いつだったっけ、去年の後半、うん、ぐらいなんかもう年で、うん、もうちょっとなんかいろいろ厳しいかなとかなって。ああそうなんだ、びっくりした。俺なんかさ理由知らなくてさ、いつの間にさいなくなったのか分かんなかったからさ、くたばってるけど。いやまだ一応健在してる、一応健在、引退したの、ね、引退、引退、普通に引退した。個人的にはなんか円楽なんだかなと思ったのさ、まさか、ね、びっくりした。 なんでお前やねん、星野枠やんけお前。俺ずっと星野枠のやつだと思ってたのに、あいつ星野枠だね、なんか。え、あいつが歌丸になったの。いや、普通に名前変わんない、名前変わんないよね、春風亭昇太だっけ。そうだね、あのままですね。あれってさ、あれだよね、どちらかというとさ、なんかあれだよね、若者のさ、番組の司会っぽいよね、うん、確かに。あの人の司会も好きなんだけど、でも歌丸のね、あのね、際どい切れ味好きだったのに、俺結構きついこと言うじゃん、あれ好きだったのにな。だから正直変わってほしくなかったね、うん、いやあのね、まあ、変わったのはいいんだけど、歌丸のね、見たい、たまに。確かに、うん、何言ってるんですか、バカなんじゃないですか。ああいうの見たかった。なんでさ、俺らさ同窓会前日なのにさ笑点について語ってんだよ。お前が始めたからね、笑点のやつ。めっちゃ語ったわ今、笑点について。お前てててててててとかやってるからね。オレンジジュース飲ませろよ。お前オレンジジュース、そんなオレンジ味しないんだよ。うっすだろ、俺さっき飲んだんだよ。うっす、何これ。これだから一杯やめたよ。オレンジウォーターより薄いんだけど。嘘、ミニッツメイズじゃないでしょ。ミニッツだよ、ミニッツ。
バッドエンドでしょ。バッドエンド。はい、同窓会の話に戻りましょう。まあこれとりあえず内職終わったんでね、次俺が画面切り替えしたらゲームについて語ります。他なんか語ることあったっけ。別にない。めっちゃ言い切っちゃう。断言。俺と星野と早川と稲垣と工藤さんが酒を飲みます以上みたいな。 See you next time tomorrow。 ゲームも紹介させて。いやいや、朝まで眠れないと。この前やったんだけどね、やはり、うん、この前、かっこ昨日、俺は朝まで眠りとうないと。トゥナイト、トゥナイト、眠りトゥナイト、寝ないと、寝ないと。でもなんかね、視聴者からね、なんかね、あれが来てたよ、動画を撮、動画は静止画でいいからね、俺とね、星野とね、まあ、できれば工藤さんのね、なんかね、寝ろ。あの、よし、あれ、HO、あれ、オールナイトニッポンみたいなね、ラジオ番組的なね、なんかひたすら俺と星野とね、クロスさんかなんかね、くだらない話をし続けるみたいなね、やつをね、やってほしいって言ってた。沖縄らへんでやる？ちょっと、夜。やる？適当に 俺らの会話をさ、ひたすら撮ってりゃいいだけなんでしょ。しかも静止画だから、たださ、音源だけ撮ってりゃいいだけの話だもんね。あれできない？なんか生放送みたいなやつ。あのコメントのやつでしょ。そう、うわー難しいでしょ。しかも沖縄の設備だと難しい。難しい、うん、自分ちとかだったらできるけどね。 あとアプレッションとかだったらできるけど、たまなんなら沖縄の気分でやりたくね、ちょっと。あ、まあ、うん、第2回あたりさ、それでやってみる。あ、そうだね、できたらね。できたら確かに。そう、黒さん呼ぶしかない、ね、黒さん呼んで生放送でライブ中継。黒さん呼ぶ機会ね、てか黒さん来てほしい機会多いからな。まだ花屋敷も行ってねえよ。まだね、でっかいの2個残ってる。花屋敷と浅草ツアーズ。沖縄がでかすぎてね、霞んでるけど。霞んでるね。4、5月の日曜日かなんか1個やっていけたらいい感じだけど、ゴールデンウィーク。あ、ゴールデンウィークあるわ。さすがに3月中は厳しいでしょ。3は無理だな。だからとりあえず春休みはもう沖縄で、沖縄全部で行きましょう。3月はとりあえず終わったら多分基本的にそんな動かない気がする。ていうか軽いものしかできない。星野さん、うん、俺に動画編集の時間をください。でしょうね、うん、でしょうね。吉井はそんな万能の神ではありません。違うのそこは。あのなんかさ、剥がれみたいにさパーンってやったら動画できるわけじゃねえからさ。その、そうだと思ってた。術式破棄みたいなことできねえからさ。できない、さすがに。ナンバーワン難度。いや、俺それでやってたと思った。あ、違う違う。ちゃんとアイムーブで作ってますよ。お前がパーンってやったらさ、もう見せられないやつができねえからさ。お前、雨にも負けず風にも負けずじゃないけどさ、吉田は夜暗いところで動画を撮るのであれば、夜用のカメラを使い、夜用のカメラを使うと強制的に縦画面になるので、それを回転する。画質の悪い動画あれば画質を良くするアプリを使い、画質を良くしてから iMovie で編集をする。iMovie で編集をした後は YouTube キャプチャーを使って時間をかけて動画を上げる。そんな男に俺はなりたいっていうことをしてるんだからね。ちゃんとね、吉田もね頑張って作ってんだよ。そうだからね、あれね、ちょうどね、今なんてね、あっていう企画ばっかになってんで。俺最初何だと思なんだろうなと思ったもん、あれ。でもね、さすがに見習ってね、健康を選んだ時はね、もう1分とかの動画いっぱいいるからさ、どれがどの赤わかんないからさ、あれにしといた。どれにしといた？Q-NEX ってか、ゲームセンターやったじゃん、地下の。あれは Q-NEX って書いといたし、健康ランド編はあにしといた。ああ、なるほどね。そういう。上は蚊帳の外で何にも言わないで沖縄編みたいな。それ見るとちょっとワクワクするよね。そういえば羽田空港行くまでの料金はさすがに入ってないでしょ。入ってないよ。でもさすがにね、さすがにね、
入ってねえよと思ってさ。往復2000円ぐらいすんじゃないの。往復2000円ぐらいすんじゃないの。多分往復か、往復2000円だったら。俺が研修行った時にそんぐらいだった気がする。最近全然行ってるからさ、いくら買ったっけって。まあ、ほじったんよ。飛行機乗り場任せろよ。俺が研修したからどこでも分かるわ、地図。ああ、そうか、うん、任せろ。穴だったら第二ターミナルっていうの分かるわ、ちゃんと。第二ターミナルのね、ライトウィングできっと。で、3番で知らねえよ。もう分かってるわ。聞いても分かんねえよ、うん。それで、曜日によ、曜日か時間帯によっちゃ俺が知ってる人がいるわ。おお、綺麗なお姉さんがいるよ。マジか、うん、全然知らねえわ。まあまあ、ゲームの説明をしましょう。毎日行かなくてもいいわ。